に乗るかな。足を取られて転んじまってな。顔を地べたにぶつけて泥まで食べる羽目になったんだが、こいつは無傷で、ね、きっとこれがお前の必要としてる醸造材料だと思ったんだ。ベネットお兄ちゃん、どうやったらイグサで転ぶの？そうだぞ、イグサって光ってるだろ。光るか光らないかじゃなくて、イグサは大きくて目立つから絶対に目に入ると思うんだけど。多分慌てて走ってたから俺の不注意のせいだな。
その後同じように何度も転んだけど、話すのはやめてこ。俺レザーがどこに行ったのかあちこち聞いて回ってたんだ。今朝だけでもう何度すれ違ったことか。会えてよかったよ。ようやく一息つける。ああ、ありがとう。材料を探してること、どうして知ってる？ああ、それなら図書館師匠を名乗るお姉さんがサイリュス会長のところに来て、冒険者協会の人もブリュー祭に参加してほしいって言ったんだ。ついでにお前のことを手伝ってほしいとかな。リサさん、まさかちゃんと仕事してる？ああ、あの人がリサさんなのか。すごく頭のいい人だって聞いたけど、あまり外に出ないみたいだから。今回初めて会ったよ。材料について俺もずっと考えてて、候補もいろいろあったんだ。本来はお前に直接相談しようと思ってたんだが、結局はイグサがベストだって気づいてな。だって光を放ち冒険者の道しるべになるなんて素晴らしいだろ。ごめん、迷惑かけた。はい、そんな堅苦しいこと言うなよ。お前の気持ちはわかるし、友達を助けるのは当たり前だろ。もし俺の家族親父たちが何か必要になった時、お前もきっと助けてくれるだろ。ああ、クレイにできることはない？クレイも混ぜて、一緒にやりたい。クレイは元気だな。一番お祭りの雰囲気の影響を受けてるんじゃないか。ベネット、お前家のこと話したの初めて。それは俺は小さい時から両親の顔を見たことないからな。教会の先輩冒険者たちに育てられてきた普通の家庭。俺の家のことが聞きたいのなら、そうだな、親父たちの物語で一番すごい伝説から話そうか。ベネットお兄ちゃん、クレイと一緒にママの子になろう。ママは優しいからきっと面倒を見てくれるよ。うえ。ああ、クレイちゃん、気持ちは嬉しいけど大丈夫だ。それにほら、俺には親父や仲間たちがいる。それから俺はベニー冒険団の団長だしな。心配。クレイ、わかった。じゃあ、それってボンボンだよな。うん、ずっとぐっすり寝てる爆発しない怠けボンボン。ベネットお兄ちゃんに友達になってほしいな。本当にもらっていいのか？うん、ボンボンも新しい友達ができて嬉しいと思う。俺も嬉しい。そうだな、もしかしたらクレイの影響を受けてベネットの運勢が変わるかもしれないぞ。冒険がうまいこと言って、普段見つからないようなお宝を発見できるんじゃないか。もちろん運がいいのはクレイだけって可能性もあるけど、でもこうも考えられるよな。ベネットがついててやればクレイは無用なトラブルを起こさなくなる。そうすれば、おい、任せてくれ。俺たち二人で助け合ってみるぜ。冒険、お宝、ブリュー祭、やったー。早く出発っこ。毛皮なでなで、毛皮なでなで、レザーも元気出して。栄誉騎士のお姉ちゃん、パイマンちゃん、レザーのことお願い。馬探し頑張ってね。うまく。みんな、じゃあまたな。あいつら元気そうでよかったな。あ、本題を忘れるところだった。レザー、さっき旅人と考えたんだけど、多分金融野郎の言う醸造用の材料はどれも大切にすべ
象徴する精神に紐づいてるのかもしれない。そこに知り合いがいれば必要なものが見つかるはずだ。そうか。どうしたんだよ。他に心配してることでもあるのか。オイラたちに話して。ああ、俺帰ってからずっと考えてた。俺賢くない。師匠や旅人みたいにできない。それでもやみんなに助けてもらうだけじゃダメ。俺も何かすべき。人間の良心よくわからない。でも知っておかないと別の人のパパとママ知る。それから俺のパパとママのことを考える。だから俺は聞く。おお、いいことだと思うぞ。ベネットが俺と同じだと思わなかった。でも親父たちの話になるとベネットの匂いが変わった。温かい太陽の光に当たった星くす。そうだな。オイラたちもそろそろマンダ城に戻ろう。セピロス教会の知り合いを探しに行こうぜ。リザーと仲がいいのは多分。すまない君たち、今モンドに戻ると言ったか。実は城内から果物を包んだ貨物車がなかなか来ないんだ。途中で何かあったんじゃないかと心配でね。そこでお願いなんだが、モンドへ戻る途中で貨物車がどうなってるか確認してくれないか。まあちょうど通り道だし。ああ、俺も行く。みんな俺を助けてくれる。俺も返さないと。ありがとう、本当に助かるよ。セピロス騎士のベルンハルト、ヘルター隊長率いる後方支援部隊に属している。最低限の礼儀としてまずは君と十分な友好関係を築くべきだとは思ったんだが、時間がなくてこの通り厚かましくお願いしに来た。今回のチャリティーショップを救うために手を貸してほしい。チャリティーショップ、確かジン団長が言ってたよな。何、実はセピロス騎士団はブリュー祭期間中に出店を計画していて、厳しい環境で暮らす子供たちやお年寄りのために屋台の収益をチャリティー活動に使う予定なんだ。担当者は抽選で決まるんだが、たまたま僕が選ばれ、僕は普段倉庫での作業と運送の仕事ばかりやっていてね、何を売るかでさえ頭を悩ませている。だから君たちの手をぜひとも貸してほしいんだ。そうそう、そんなに賢く、つまりモンドの子供とお年寄りのためにチャリティーショップをやるってことだよな。それにこいつは栄誉騎士だし、オイラも騎士団とは。本当か、ありがとう。じゃあ早速手短に説明しよう。イベントが始まる前にまずはお店を運営するための基本資金となるブリューゼリーを用意する必要があるんだ。近隣の酒造業者に酒造りの材料を売ればブリューゼリーがたくさん手に入る。他にも一部外国のお客さんの中にはブリュー祭の期間中に飲み物を大量に仕入れようとする人がいる。そういった人たちは注文を手伝ってくれる代理人を探していてね、長期的な協力関係を築くためにもこの類のお客さんは気前がよく、酒造業者と価格の交渉をする余地もある。その差額が僕たちへの謝礼になるんだ。
しかも同額のブリューゼリーと交換することもできる。つまりオイラたちの仕事は酒造業者にお酒づなら思ってたよりもか。お、本当か。そ、実はすでに依頼が来ていてね。スメールのシェバマさんの注文で、そのドリンクはゲオルグさんが店主をやってるエンジェルズシェアの屋台で買える。ゲオルグさんは優しいんだけど損をしたがらない。ゲオルグさんの気分を損ねないように僕は引き続き屋台の準備をするよ。十分なブリューゼリーが用意できたらまたここに戻ってきてほしい。それと屋台に必要な材料は僕が用意するから、気をすでに仕入れ先へは連絡してある。資金の準備ができ次第材料を。よし、手分けして行動開始だ。ああ、二人とも助かるよ。品物もとんでもない被害に遭うところだった。ああ、本当に助かったよ。ここで道草を食えるほど余裕はないからね。僕は先に失礼するよ。ハッピーブリーズブリュー、アンちゃん。君にも感謝するよ。ああ、敵につけられ、敵呼ばわりされるなんて、随分と邪険に扱われたものね。ある意味、私たちは兄弟なのよ。ロサリア、どうしてこんなところに？いや、ロサリアはどこに現れてもおかしくないか。質問を変えよう。兄弟って一体どういうことだ？君の剣術、ファルカから学んだものでしょう。速くて力強い。あのおっさんのスタイルと同じだわ。会話が苦手なようだから、ファルカの口数が多いところを見習った方がいいかもね。彼がいつ戻ってくるのかわからないのが残念だけど。大丈夫。俺、待つ。兄弟、ファルカ。あ、わかったぞ。二人とも父親がファルカだから、血のつながらない兄弟になるんだな。血縁なんて、そもそも何の意味もないでしょ。そうね。命が尽きる瞬間、そばにいてくれるのは血縁関係のある人間じゃないかもしれない。冷たい、暗い大人の人。お前も本当の親の顔思い出せないのか。彼の実の両親に関する手がかりを集めるついでに、
家族の意味まで教えてるの？まあいいわ、当たりよ。私は実の両親に関する記憶がほとんどない。物心がつく前から会ったこともないわ。別に珍しいことじゃないでしょ。世の中には肉親に日夜会いたいと思いながらもそれが叶わない人がたくさんいる。どうせ会えないんだから気にする必要もない。それよりも自分がどんな人になりたいのかが大切よ。違う、それは間違ってる。ルピカはお互いを守る大切な存在。人間の家族も大切、気になる。あら、そう。仮に自分の両親がいい人だと分かったら、もしくは悪事しか働かない極悪人だと知ったらどうするつもり？それは君自身の選択に影響を与えるの？そして君はどのような道を歩むつもり？あ、ロサリアの言葉少し現実的すぎないか？レザーには難しすぎるぞ。誤解しないでほしいけど、何も困らせに来たわけじゃないの。彼は戸惑っているけど、私と君の知り合いのモンド人は前向きで親切な人が多いから直接的なことは言えないでしょ。太陽の光は多くを育む。だけど暗闇に隠れた問題は解決できない。ロサリア。さて、お話はこれくらいにしましょう。花をあげる。私とバーバラはブリュー祭の司会イベントで忙しいから、教会の材料選びは私が代わりにってわけ。でも無評花って本当に使えるのか？酒樽ごと凍っちゃうんじゃ。これの霊気は私がすでに処理してあるわ。吟遊詩人も自由にやればいいさって言ってたでしょ。問題ないから持っていきなさい。なんだ、ロサリアって案外気配り上手なんだな。あ、待てよ、吟遊詩人ってあの。ありがとう。礼はいらない、ただの恩返しだから。私はファルカにいろいろと借りがあってね。半分姉としてちょっと手を貸しただけよ。早く答えが見つかるといいわね。じゃあ。もう行っちゃった。あ、優しさに満ちた慈愛。ちょっと違うような気もするけど、手に入れたってことでいいよな。残るは騎士団の材料のみだ。レザー、まだロサリアの言葉を考えてるのか？彼女の言葉、無評花の火水みたい。冷たくて痛い。でも冷たいのは傷口にいい。ググプラムと同じ。ちゃんと考えてみる。その方がいいかもしれない。ああ、考えながらお前たちについていく。
あなたが一番の適任者なのよ。お、いいところに来たな。ちょうどリサとレザーのことで話していたんだ。どこまで話したか。ああ、そうだ。サカダルだったな。え？欲しいのは守護の執念なのに、騎士団が用意した材料って。もしかして、そうだよな。パイモンちゃんの言う材料は、もう準備するよう手配してあるわ。ただ、あの子は真面目で、もうしばらく研究を続けたいみたいなの。だから、気長に待ってくれる？それから、サカダルについてなんだけど、あなたたち、いろんな材料を集めたでしょ？まさか、ダダウパの谷の大きな鍋でかき混ぜるつもりじゃないわよね。だから悩んだ挙句、質のいいサカダルを、アカツキワイナリーから譲ってもらうことにしたの。口が達者で、頭のいい騎兵隊長を向かわせてね。おいおい、弟子を助けたい気持ちはよくわかるが、全員顔見知りなんだ。社交辞令はそれぐらいにしておいてくれ。だが久々に戻る上にそんなことをしろと言われても、さすがに困るんだが。どこが困るのよ。交渉はあなたの得意分野でしょ。武竜祭はモンドで最も重要な祭りの一つ。それに、あなたはディルック様の性格をよく知っているわよね。少し含みを持たせて言うだけで、うまくいくと思うわよ。例えば、モンド人が久々に過ごす祭りだから、いろいろと物が足りない。助けてくれ。あなたがそういうのを聞いたら、きっと資金や物資の面で助けてくれるに違いないわ。リシャさん、ディルックの旦那から騙しとる。そうだな。いいアイデアだ。なら早速出発するとしよう。お、こっちもあっさり承諾したぞ。はあ、レザーの知らないところで働きかけてくれ。今はどうしようか迷ってきたぞ。旅人、師匠はいろんなことをしてくれた。でも俺、質問に答えられなかった。役に立たない。あら、狼ちゃんったら、何かショックを受けるようなことでもあったの？落ち込んでてもしょうがないわよ。なるほど。そ、じゃあこうしましょう。可愛子ちゃんはガイアと一緒に行ってくれる？私は自分の役割、つまりレザーの心のケアと授業の歩行をするわ。数日したらレザーを迎えに来てちょうだい。その時は最後の材料も準備できてると思うから。旅先での話し相手ができるのは俺にとっても好都合だ。何が正しいのかわからない。でも師匠の言葉信じる。それでいいと思う。行ってらっしゃい。騎士団の代わりにリルク様に挨拶をお願いね。少し考え事をしてた。何か言ったか？なんでもないぞ。別に大したことじゃないからな。
武流祭の時期なのに誰かと思えば、まさか君たちとは。それに君も。おっと、冷たい反応じゃないか。どうやらディルックの旦那にあまり歓迎されていないようだ。なんといってもここは俺の家でもあるからな。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣だろう。用があるなら単刀直入に言ってくれ。用ならお前も言及していた武流祭のことだ。待ちに待った武流祭を祝うため、代理団長はわざわざ教会と冒険者協会に連絡を取り、イベントを企画した。だが問題は騎士団の財政状況だ。俺が言わなくても想像はつくだろう。騎士団の面倒事なんて僕には関係ない。おいおい、非常だな。俺ですら今のは耳を疑ったぜ。みんなの努力はどれもモンドのためじゃないか。暁ワイナリーの武流祭限定ワインを飲んだのはもう随分と前のことだ。モンドの住民たちもきっとそう思ってる。もしかしてお前、自分があまり酒を飲まないからって他人にも飲む機会を与えないつもりか？おい見ろよ、ガイアのやつ露骨に。そういえば知ってるか、騎士団の連中はディルック先輩が温かい家族のところへ戻ってくるのを心待ちにしてるんだぜ。ディルック先輩の人望があれば、チャリティーショップの行列も高飛びの浜までできるだろうな。まったく、口先がうまいだけじゃ僕は動かない。そのよく回る舌を動かす体力は祭りの治安維持のために取っておくんだな。経費のことはメモしておいた。ヘルターと詳しく相談するようエルザーに言っておく。つい最近新しい酒ができたところだ。ちょうど日々苦労している労働者たちの慰労に使える。君の名前でサインするか。そんなに俺のことを困らせたいのか。暁ワイナリーから出荷されるものに現騎兵隊長の名前を書けるわけがないだろう。なんだ、よくわかってるじゃないか。ではこの件はアデリンに任せて匿名で輸送しよう。感謝するぜ。わあ、ディルックの旦那は気前がいいな。オイラ飲めないけど、今の話を聞いただけでテンションが上がってきたぞ。君たち二人も武流祭のために来たのか。レーザーのやつも大変だな。あっという間に大きくなって父親を探すことになるなんて。ディルック、助けてやれよ。なんでか知らないけど、クレイは母親探しで、ガイアは父親探しになってるな。その方が言いやすいのかもしれないけど、聞く側は絶対に勘違いするぞ。理解したから問題はない。ワイナリーに少し古い酒樽がある。年季は入っているが特殊加工されていて、烈伝花で長時間焼いても問題ない。これならきっと君たちの要望に応えることができるだろう。おう、それでいいぞ。いつ運びに行けばいいんだ。その必要はない。僕がフェアの方に手配しよう。エンジェルズシェアの屋台のところで受け取ってくれ。やっぱりディルックの旦那とのやりとりはスムーズで楽ちんだな。ひひ。じゃあレザーの代わりに礼を言うぜ。礼ならいい。友人同士助け合うのは当然のことだ。ディルックの旦那は情に熱いいいやつだな。そろそろ食事の時間だが、食べていかないか。そういうことなら俺は邪魔しないでおくぜ。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣。ガイア様もそうおっしゃっていましたし、残って一緒にどうでしょう。アデリンにこれ以上迷惑かけたくないんだが。遠慮しすぎですよ。あなたは毎回騎兵隊長としてお帰りになるので、私もいつも騎兵隊長にお茶を入れるだけ。
ガイア様のために夕食を用意する機会なんてありませんでした。さっきの威勢はどうした？舌がよく回るはずだったが。あディルック、お前アデリンをがっかりさせたくないだろ。まあいい。じゃあお言葉に甘えて、アデリン一人分追加してもらえるか。うはー、お腹いっぱい。それならよかった。何か食べたくなったらいつでも気楽に来てくれていい。そうか。じゃあ俺も旅人にあやかって来させてもらうぜ。ガイアのやつまたふざけてるぞ。さてこれで用事も済んだし腹も満たせた。仕事に戻るとするか。ガイア様、お気をつけて行ってらっしゃい。オイラたちもそろそろ出発するか。レザーの方はリサさんに任せてるから問題ないとして、ブリュー祭はやっぱりオイラたちの助けが必要